どうでもよかった人、どうなってもよかった人。だけど今は違う。今はこれからは心から大切な人。ちむどんどん。賢秀と清江はやっと再会することができましたね。賢秀は心を開きましたが、彼女は心を閉ざしたまま。もう戻らないつもりで千葉から出てきたはずなのに、追いかけてくる賢秀の気持ちは嬉しいはずなのに、もう二度と会わないつもりでいたはずなのに、清江の心は揺れている。第113話のお話は、ずっと清江を探している賢秀。見つかるまで諦めることはない。必ず連れて帰る気持ち。そして、やっと清江が勤める店の前で見つけることができた。そして、清江を抱きしめ、自分の心を清江にぶつける。そんな賢秀の真心を清江は受け止めることが。一方、信子は清江が持ってきた豚肉を仕入れることに苦心していた。第113話はこのようなお話になるようです。賢秀は清江の過去を知っていなくなって自分の心に気がついたのかもしれませんね。一方の清江の方は、賢秀に心が傾いていたから、過去を知られ合わせる顔がなくなって、それがとても複雑な気持ちになったのかも。だけど、賢秀は追いかけてきた。嬉しいはず。心は嬉しいはず。だけど会いたくない。だけどもう見られたくない。自分の汚れた過去をこれ以上は知られたくない。話したくない。どうでもよかった人なのに。第112話は、探していた清江を、なんと、ちむどんどんの前で見つけた賢秀。予期していない事態に逃げようとする清江を、腕を掴んで引き止めようとしました。周りが見えないのは当然です。大騒ぎになり、おまわりさんが来てしまいました。あんなに探していた清江を突然目の前にしたら、賢秀じゃなくても動揺しますよね。彼は周りの人に痴漢扱いされ、押さえつけられ、清江は去って行ってしまいました。誤解は解けたものの、妙な空気感で始まった賢秀の誕生会。本当の誕生日は3ヶ月前のようですが、いつでもお腹の減っている賢秀は、信子の店が休業中とは気づいていないようです。探している女性の写真をみんなに見せると、リリーさんだと驚きます。信子の中でリリーが話していた沖縄の比嘉という名字の友達が、ニーニーだとすぐ分かったでしょうね。清江がこの辺りの店で働いていることを賢秀に伝えました。心配そうな顔は信子だけではなかったですね。三郎さんも賢秀の顔を見つめていました。帰ろうとするニーニーを店先で引き止める信子。兄の気持ちを聞いた後、先日清江が打ち明けていたことを話しましたね。兄と清江さんはお互いに一番大事な人であると気づいたようです。恋愛に疎かった信子もさすがに年齢とともに分かってきたのでしょう。その上で清江が今後悔していて賢秀を待っているはずだから絶対に探そうと力づけましたね。兄の目を見て思いが本物であると確信したのでしょう。ちょっとから元気だった賢秀ですが、妹に背中を押されて、また清江探しに頑張れそうでした。
笑顔は子供の頃のままですが、兄も妹も大人になりましたね。そしてなんと、フォンターナの房子さんのところに、突然、清江がやってきました。驚きの展開です。信子から話を聞いていた房子さんは、落ち着いた対応でした。一瞬で、この娘さんが、悩んだ末にここに来たことを分かったのでしょう。清江は、信子がフォンターナで以前働いていたことを、きっと賢秀から聞いていたので、ここなら信子に伝言できると思ったのでしょう。清江は自分の養豚場の連絡先を房子さんに渡しました。自分で私に行けなかったのは、彼とのわだかまりで、信子に迷惑をかけたくなかったこともあるのでしょう。でも、自分の養豚場の豚を誇りに思っていて、皮付きの豚で沖縄料理を作ってほしいという願いがあったからではないでしょうか。どうして自分で伝えないの?という房子さんに、もう関わらないと決めたんです、と清江。憂いのある表情でした。昔の私と同じようなことを言ってるから、少し付き合いなさい、と房子さんは笑っていました。人生経験の豊富な女性ですから、余裕がありますよね。そういえば、信子もこの部屋で房子さんと飲み明かしたことがありましたよね。清江はワインを飲みながら、ぽつりぽつりと語りました。大喧嘩になった理由が、自分の過去を隠していたことだと房子さんにつぶやきます。あいつにだけは知られたくなくて、と。確かに大切な人だからこそ、自分の嫌なところは知られたくないのはわかります。それがなぜなのか、それが恋なのか、清江自身わからないままなんですね。賢秀のダメなところや情けない失敗はたくさん見てきたのに、自分のことは知られたくなかったと思うのは、女性として普通の感情かもしれません。つまりは嫌われたくないだけですね。房子さんが彼女に、自分の気持ちを伝えなさいと言いました。過去の自分に意地を張っているなんてつまんない。あなたがちむどんどんする自分にだけ正直になりなさい。そうですね。何事もときめきこそが本心かもしれませんね。そんなこととはつゆ知らず、賢秀はひたすら探し回っています。雨湯で三郎さんにねぎらわれました。事情はあるが、そのお嬢さんに惚れているな、と言い当てられます。懐が広い三郎さんの前では、賢秀も養豚場で働いていることを家族に隠していることも打ち明けたんですね。そして養豚場で清江とコツコツ働いているうちに誇りと夢が生まれたことを正直に言いました。もしかしたら賢秀は養豚場の仕事をして本当の意味で成功したら家族に話そうと思っているのかもしれません。三郎さんは、つまりそう思わせてくれた女と一緒になりたいんだろう、と、彼の気持ちを言い当ててくれました。賢秀はハッとしていましたよね。この二人の若さゆえのすれ違いを、広い心で受け止めてくれた房子さんと三郎さん。自分たちの過去の恋愛経験からアドバイスをくれていましたね。なかなか奥が深そうでした。そうですね。房子さんと三郎さんは昔々恋人でしたよね。酸いも甘いも知っているのでしょう。房子さんから清江に、心変わりしたっていい。嘘つきになったっていい。だって
好きな人と一緒にいたいじゃない、という女心を教えていました。三郎さんから賢秀に、嘘ついたことねえやつ、しくじったことのねえやつ、いるか？という男気ある言葉。二人だけの若き日の恋と後悔が、それぞれの胸にまだあるのでしょうね。賢秀と清江も後悔や迷いを聞いてもらうことで、自分自身の心を知れたのではないでしょうか。房子さん、三郎さん、人間的に素晴らしいですよね。人は一人では解決できないことが多いです。誰かに話すだけでも荷が下ります。拙い悩みや愚痴に誰かが耳を傾けてくれたら幸せですよね。さてさて、三郎さんに男としての人生観を教えてもらい、賢秀は飛び出していきました。夜の街でやっと清江を見つけ、言葉もないまま後ろからぎゅっと抱きしめました。三郎さんの教えは成功するのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。